ニンテンドーゲームキューブニンテンドーゲームキューブコントローラニンテンドーゲームキューブコントローラは2001年に発売されたニンテンドーの家庭用ゲーム機ニンテンドーゲームキューブに付属するコントローラである片名はドルマイナス -003 単体でも販売された論争の的となったニンテンドー64用コントローラのセンターグリップを配止。 左右にのみグリップがある一般的な形状となったが C ボタンユニットを2つ目のアナログスティックに置き換えスーパーファミコンにあった X および Y ボタンを再採用アナログトリガーはデジタルクリック付きとなるなど様々な工夫が施されたしかし感圧式のトリガーショルダーボタンや1つのボタンを他の3つよりも強調するボタンレイアウトなど Nintendo ゲームキューコントローラーの ユニークなデザインは左右非対称に配置されたアナログスティックを除き、その後に登場するほとんどのグリップ付きゲームコントローラに採用されなかった。一方で、ニンテンドーゲームキューブコントローラは、ニンテンドーゲームキューブの後継製品でもサポートされ、続け、Wii U 用ソフト、大乱闘スマッシュブラザーズ 4Wii U や、ニンテンドースイッチ用ソフト、 大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの発売に合わせて再販された。ニンテンドーゲームキューブコントローラの3面写真。ニンテンドーゲームキューブコントローラは左右にグリップを持つデザインを採用した。ニンテンドーゲームキューブには2メートルのケーブルを介して、ニンテンドーゲームキューブコントローラポートに接続する。ニンテンドー64用コントローラとは異なり、機能拡張用のコネクタは存在せず。 外付けだった振動モーターも内蔵された。任天堂ゲームキューブコントローラーには、6つのデジタルボタン、2つのアナログスティック、十字ボタン及びデジタルクリック付きアナログトリガーが備わる。基本となるアナログスティックは左側にあり、その下に十字ボタンがある。4つのフェンスボタンは右側にあり、中央に緑色の大きな A ボタン、それを囲んで左には小さな赤い B ボタン。 右と上には楕円形の Y ボタンと X ボタンが、そのフェースボタンの下には黄色い C スティックが配置された。スタート、ポーズボタンはコントローラの中央にある。コントローラの前面には2つのアナログトリガーと Z と刻印されたデジタルボタンが1つある。この L と R の2つのトリガーはデジタルクリック付きで、 別に二つのデジタルボタンを追加することなく、それぞれに役割を与えることができる。任天堂 t e n 64のコントローラは、3D ゲームが増えてゆく中、アナログスティックを使用したコントロールの標準化と快適なデザインで称賛されたが、大きさと全体的なレイアウトで嘲笑された。任天堂の宮本茂は、次世代家庭用ゲーム機のコントローラの開発目標を、 ゲーム利用者の年齢や手の大きさに関係なく使いやすくすることとし、当自動車がコントローラ設計に費やした期間としては最長の3年をかけ完成させた。アイデアは毎月のように更新され、試作されたコントローラは少なくとも4つまたは5つのバージョンが確認されている。開発者向けに配布されたプロトタイプに付属したコントローラ。 製品版と異なり、B ボタンが楕円形である。宮本の最初の仕事は、スーパーファミコンのコントローラで設定した筆形に、配置された4つのフェイスボタンを再設計することだった。緑色の A ボタンは、それが主要な機能を実行するという考えが伝わる。要他より大きくされ、B ボタン、Y ボタンと X ボタンが、A ボタンの周りをめぐった。 任天堂のハードウェアデザイナーの一人で、任天堂ゲームキューブを担当した、足田健一郎によると、コントローラーはプレイヤーが持っていることを忘れてしまうほど、直感的になるように意図されていたが、それを達成しつつ、多くの機能を追加することは、困難な作業だったという。ゲームが 3D グラフィックスに移行するにつれ、任天堂ではコントローラーに十字ボタンが必要か、どうかについても議論されたが、 最終的にアナログスティックの右下に十字ボタンが配置された。任天堂ゲームキューブコントローラは2001年9月14日に日本、11月18日に北米、翌年5月3日に欧州、そして5月17日には豪州で発売され、その後は任天堂 t e n 64と同じく多くのカラーバリエーションが追加された。任天堂ゲームキューブコントローラには いくつものカラーバリエーションがある。任天堂ゲームキューブには本体と同色のバイオレット、オレンジ、ブラック、シルバーの各色が同梱され、多くの国で販売された。また、コントローラー単品で販売されたものには他にバイオレットクリア、エメラルドブルー、ピンク、ホワイトがある。また、松下電気産業が日本で販売した。 DVD プレイヤーと家庭用ゲーム機の複合機 DVD ゲームプレイヤー Q には Nintendo GameCube ーーのロゴに変えてパナソニックのロゴが入ったグレーのコントローラが付属した。Nintendo GameCube ーーにはいくつかの特別色の限定品が販売され同色のコントローラ等が同梱された。日本ではスターライトゴールド、クリスタルホワイト、シンフォニックグリーン、プロ野球球団、 阪神タイガースのロゴ入り、ブラック、シャー専用カラー、クリアなどである。欧州では、シンフォニックグリーンが販売されたほか、クリスタルホワイトに告示した、パールホワイト、バイオハザード4のロゴ入り、プラチナも販売された。ニンテンドーは、日本のクラブニンテンドーなどを通じ、クラブニンテンドーマリオ、ルイージよびワリオのオリジナルデザインコントローラー4種を、 送付景品として販布した。日本のクラブニンテンドーでは500ポイントで、欧州のニンテンドー VIP24、7では5000ポイントで交換できた。コントローラーは消耗品でもあるため、ニンテンドーゲームキューブ本体の販売終了後も、一定の需要は続いた。とりわけ、大乱闘スマッシュブラザーズデラックスの愛好者からの支持は絶大であった。ウィー向けの続編。 大乱闘スマッシュブラザーズ X でニンテンドーゲームキューブコントローラの使用を推奨されるに至ると流通在庫は枯渇してしまった。この需要に応えるため、ニンテンドーはニンテンドーゲームキューブコントローラを再発売した。それ以降も大乱闘スマッシュブラザーズシリーズの新作が発売される都度、再発売は繰り返されている。 再発売されたモデルはケーブルが2メートルから3メートルに延長されたほか、トリガーなど内部機構にも若干の変更が加えられている。米国任天堂はプラチナ色のコントローラの販売を北米で2012年初頭まで続けた。2008年4月、任天堂はウィード同色となる白色のコントローラを発売した。このコントローラは日本国外には出荷されなかったが、 アマゾンやプレイアジアなどの通販業者が日本国外に販売した。2014年に発売されたニンテンドーゲームキューブコントローラスマブラブラックは炎に囲まれた大乱闘スマッシュブラザーズ 4EU のロゴが印字されている。日本ではニンテンドーゲームキューブコントローラスマブラホワイトも販売された。合わせてニンテは w i u 用のゲームキューブコントローラ接続タップも 販売した。接続タップには、任天堂ゲームキューブコントローラのポートが4つあり、過去に販売されたすべての任天堂ゲームキューブコントローラを接続できる。接続タップを2つ用いることで、最大8人のプレイヤーがコントローラを使用できる。任天堂は、この接続タップとスマブラ WiiU との間にのみ互換性を認め、他作品での使用をサポートしていない。 ニンテンドースイッチ及び大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル向けにニンテンドーゲームキューブコントローラスマブラブラックが販売された。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルのロゴが印字されている。またニンテンドースイッチとの接続のためにニンテンドーゲームキューブコントローラ接続タップが同時販売された。なお、2014年に販売された WiiU 用接続タップも ニンテンドースイッチと互換性がある。ニンテンドーゲームキューブワイヤレスコントローラウェーブバードと、その受信機。無線周波数利用のワイヤレスコントローラ。大きさやボタン配置などは、ニンテンドーゲームキューブコントローラと同じに設計されているが、省電力化のため振動機能は搭載されなかった。グレート、シルバーの2色。ロッジネットの専用コントローラ。 ロッジネットは宿泊施設の利用者が客室で家庭用ゲーム機を優勝利用できるサービスを提供する企業で北米の一部のホテルで任天堂をゲームキューブによるサービスが採用された。利用には特別なコントローラが必要で画面上で選択ができるよう6つのボタンが追加されている。このコントローラは堀が任天堂のライセンスを受けて製造したもので、 市販の任天堂ゲームキューブとの互換性はない。周辺機器メーカーの堀が任天堂のライセンスを受けて2002年12月26日から日本で販売した任天堂ゲームキューブ向けコントローラで任天堂純正のコントローラと比べ B ボタン、スタート、ポーズボタンを大きくし Z ボタンが左右両側に配置されるなど独自の工夫が凝らされている。クリアブルー、クリアレッド。 クリアブラック、明彩、明彩ブルー、明彩グレーの6色で、希望小売価格はいずれも税別に5 0 0円だった。ジェスネットが任天堂のライセンスを受けて2004年11月11日から日本で販売した任天堂ゲームキューブ向けコントローラー。任天堂ゲームキューブコントローラーを接続した Wii。Wii は任天堂ゲームキューブの広報互換機であり。 ニンテンドーゲームキューブコントローラポー,ートを備え、ニンテンドーゲームキューブ向けのコントローラーと接続できる。ニンテンドーゲームキューブ向けゲームソフトを Wii で使用するには、ニンテンドーゲームキューブ向けのコントローラーを使用する必要があった。逆に、Wii 向けのゲームソフトを開発する際に、ニンテンドーゲームキューブ向けのコントローラーを利用可能とするかはオプションであった。なお、Wii ファミリーエディションと、 Wii Mini では、Nintendo GameCube との広報互換は削除されている。Wii の後継機である Wii U は、Nintendo GameCube との互換性を省いたものの、Nintendo GameCube コントローラー接続タップ経由で、Nintendo GameCube 向けのコントローラーを使用できる。当初、Nintendo GameCube コントローラー接続タップは、Wii U プロコントローラーをサポートするすべての Wii。 ユー向けソフトと互換性があるとしていたが、その後改められ、Nintendo GameCube コントローラー接続タップは、大乱闘スマッシュブラザーズフォー e u でのみ、使用できるとし、他の Wii U 向けは、もちろん、Wii 向けのソフトとの互換性もないとしている。Nintendo GameCube コントローラー接続タップは、二千十四年十一月の、大乱闘スマッシュブラザーズフォー e u 発売同日に、単体もしくは、 大乱党スマッシュブラザーズ 4EU と抱き合わせで発売された。任天堂 t e n d Switch での任天堂、ゲームキューブコントローラ接続タップのサポートは本体更新データバージョン4.0例を介して導入された。任天堂 t e n d Switch 本体は USB コントローラとして認識するためソフト側でゲームキューブコントローラにないボタンがあると操作に影響を受ける可能性がある。 ニンテンドースイッチ自体は、技術的には、TEB モード以外でも、ニンテンドーゲームキューブコントローラーをサポートしており、堀のテーブルモード専用ポータブル USB、ハブスタンド4ニンテンドースイッチでの利用も可能である。ダイラントスマッシュブラザーズスペシャルは、ニンテンドースイッチのゲームソフトで唯一ニンテンドーゲームキューブコントローラーを正しく認識できる。 さらに2020年11月17日に配信されたスーパーマリオ 3D コレクションの更新データバージョン1.1例でスーパーマリオサンシャインのみニンテンドーゲームキューブコントローラに対応した。アナスケープはニンテンドーの Wii 及びニンテンドーゲームキューブのコントローラが同社の特許を侵害しているとして訴訟を起こした。米連邦地裁は2008年7月に 侵害があったとする、賠償評決を下したが、米連邦控訴祭は2010年4月13日、アナスケープの主張を退け、任天堂の特許侵害を認めた、地裁判決を覆し、任天堂は特許を侵害していないとする判決が出された。ありがとうございます。